の味の濃さが最高。マイナスになる。どういうこと、どういうこと。やば。まあ続けるんであれば間違いなく抜けどうにかいけない状況だし。違う違う違う。昔からや。昔からやこれ。もう張り切っとるじゃん。初めてじゃない、全部自分で考えとんの。結構大変じゃんこれ、見た。すごい。ここはめんどくさいですね。次はどこや。はい。涼しい。電話したので出てくれないから起きちゃいました。じゃあ俺もちょうど休憩したら、ちょうど来た。ちょっとやばい。トラックが来た。やばい。岡部さん行きますよ。宣伝どうぞ。暑いです。その宣伝ですか。TikTok の宣伝してくれると思ったんです。え、いや TikTok どうですか。いや、たまにちょこちょこはやっとるけど、もうがっつりじゃない。今 やっぱ仕事の方に壊れてて。あ、そうですね。やれるときにやるだけ。夜たまにやっとる。もうあの日中そんなにもう 見もしない。ここの現場でもだって岡部と話しとらない。俺一人でゲームやって TikTok やりながらってずっとやっとったら、こいつ仕事の話一切できんねん。そのことだって一応面倒見役でついてきとんので、もうこいつの考えを俺は聞かんと。監督としてね、何も意見も言えないし。キスバ定食ってマジ馴染みないですよ。麺とご飯だ。名古屋は結構あるよね。焼きそば定食。定食、はい、焼きそばにご飯だったらしい。おかずはご飯ですか。なんですか。焼きそばなの。マジっすか。何が気になるんだ。結構古いよね。何年やったなんか授業写真みたいな。今日あいつが出てる。あの背中出てる。YouTube 上と一番違うんだよ。そう、 YouTube 上ではおちゃらけ系とかいじられ系だけど、仕事になるとなんかわーわー怒ってくるって、言ってたよね。ちょっとムカつけてたら、はい。めちゃくちゃ正直者だった。正直者に答えますよ。このやつが正直ご飯を食レポしてもらった。絶対うまそうや。絶対おいしい。だからこれでご飯、卵を割って、それをおかずにこう食べる。東京の人ってね、はい、焼きそばでご飯って食べない。関西はどうなんですか。関西はするでしょ。たこ焼き定食ってある。それは知らない。たこ焼き定食。いただきます。別にんちゃう。何言うたらどこに言ったか知らない。でも、どうしようめっちゃ怒られてるやん。ねえ、おいしい。喫茶店のやつそばっておいしい。おいしい。めっちゃおいしい。鉄板だしね。そう、鉄板だしね。好き。もうなんか焼きそば食べるなら喫茶店か屋台。あー、ちょっとわかるかもしれん。自炊食。カレー。お、ありがとうございます。お、すごい。おー、これもそう。おー、美味しそう。深い。深いな。あ、このカレー絶対うまいやつ。めっちゃ美味しそう。な。匂いがいい。社長も混ぜてる。俺混ぜる。いや、全部じゃない。なんかこれちょっと熱いの嫌なんで。冷ましつつ。これぐらいいっときたいな。どうですか？ん？どうですか？おー、美味しい。美味しい。ちょっと辛口。うん。うん、うん、仕事はどうなの。忙しい。これだけの規模が結構平米あるでしょ。466。そんなにある。で何人で。3人で1日。3人で1日。大変だね。ありがとうございます。うわ、美味しそう。うわ、これ絶対うまい。めっちゃ美味しそう。あれも美味しい。どんな感じですか。もうこの味の濃さが最高。ちょっと薄め持ってください。ああ、ありがとうございます。これ糖分食うの。めちゃくちゃやばい。カップラーメンにお湯半分入れて。どれ4分の1ぐらい。4分の1ぐらいお水入れるらしい。そう。カップ麺を線あるじゃないですか。線じゃなくて麺ギリギリにして、麺がふやけるまでにして、あとは水ぶつける。トラックのエアコンあるじゃないですか。エアコンにこう麺ふっふっ。汚そうや。汚そうや。わあ、これ絶対うまそうやな。あとは誰が取りに行くとかも、うん、自分から大江さんに連絡なら連絡するとか。ちょっと忙しくなってきてるんだな。
記事もぜひ何人か募集しようじゃないの、まあ、ちょっと何人か連絡を取ってる。あ、来てる。またこの間なんか僕のところに連絡来て、友人のことに連絡あるんでまた明日連絡してもいいですかって。いいんですよ、うん、でその次の日の昼に連絡来なくて、うん、で僕から送ってたんですよ、うん、今時間ありますけどご都合悪いですかって、うん、そしたらブロックされた。なんでどういうこと。俺しかもめちゃくちゃまともに返してましてや、なんか求人のやつだから、うん、もうちゃんと返すじゃないですか。うん、お前おもんなと思ったんじゃない。だよ、なんで求人のちゃんとホームページに求人のページが貼ってあるのにそこに連絡しとくのかな。それが一体意味わからないな。そう、僕もちょっと気持ちわかるんですけど、うん、これから入るぞって言ったらやっぱ当事者に聞きたいって気持ちもある。ああ、なるほど。こんな感じかとか話を聞きたいみたいな。まずはあの求人で行きたいっていうよりは、あ、どんなんですかとか、あ、声かけてくれたらいいよね。そうです。 TikTok もやってるし、インスタもやってるし。大将、あ、ホットドッグすぐできるんですか。あれ、ホットドッグできます。食べたい。お腹空いとんなら食べよう。食べたい。うん、いや、ホットドッグ一つ、はい、食べる。確かに。いやいや、いいです。いい、もう飲んじゃない、食えんか。いや、もうあの、適量がちょうど、ん、でも、朝めちゃくちゃ食ってません。大盛り2杯食べた。朝やばいな、やばいな。よう食えるね、まあ、それぐらいの体力じゃないとこの仕事できんだろう。でも現場偉い、夏だと偉いって知る。嘘、まあ確か偉いわな、年々だよ。あのミャンマーに転勤っていうあの枠空いてるけど、いいよミャンマーは。女性もいいし、女性もいいしね、え、のど、国のどかだし、まあ、昔の構想がついに5年前から雇った構想が実習生事業って言って組合作っとるじゃん、はい、でその組合で結局ベトナム実習生とかも分かんないまま来るじゃん、はい、でその子たちにとっても会社にとっても良くないから、はい、もう本当にミャンマーで訓練学校を作って、まあ例えば1ヶ月なら1ヶ月、2ヶ月なら2ヶ月教育して、まあ、トシ君とは1人ぐらい先生は行かなかったね。トシ君と決まってる。いやだけど俺逆にいいのかなと思って。いや、なんか行きたいな。トシさん行きたいよね、多分ね。いや、その行きっぱなしの話だったら、いや、うん、ちょっとってなるんですけど、まあまあ3年とかでいいね、はい、2年3年で先生育てやいなん で、はい、でそうこうしたかも体がさ、トシも現場もいないで自分のどこに行くかってやっぱ見つけてかんとね、自分の立ち位置を。うん、現在職人ではいたいですけど、多分それは無理っていうのを自分が痛感してるんで。そうだね、まあ、続けるんであれば間違いなく乗り換え道路っていうのはいけない状況だし、うんうん、でもそれをやって自分の腰も持たないのに、うんうん、相手にも迷惑かけるなって思うんですよ。そうだよね、俺なんか覚えていくしかないですね。お前じゃ会社がじゃ耐えるそんなの最後まで面倒見てやれってコメント欄来そうだけど、そこまで耐えるもないしね。いやいや無理ですよね、その面倒みたいな。本当会社員みたいな給料でやってんならいいんだけど、そういうわけにもいかんじゃん。で逆にもう50、60になってくると、まあ、給料下がってもどまじやるわってなるじゃん、はい、うん、まあ、今の給料稼いでもいいやって、はい、もうそれぐらいまでに何やるかだよね、はい、まあ、それをするぐらいだったら僕はギャンマー、うん、いいんだな、思いっぱい。ありがとうございます。ね、すいません。はい、すいません。これお下げします。うわ、めっちゃすごい。何でお腹いっぱいなの？いや、1個でつらく食えたんですけど、2つで来たらなんか1個折り返して。あげたいなって優しさ。なんか優しさ出すなよ、お前。何よ、お前。優しさ。あげたいなって、もう食べてるだけだろ、別に。ね、もう視聴者にあげてるじゃん。あーって。視聴者にあげて。熱々です。あーって。彼氏のホットドッグなの。そうそうそう。あんしてもらったに使ってって視聴者さんに。そうもがもこれ。いいことあるかも。めちゃくちゃ汗かいてる。実習生授業も。まあ、トシ君ももしあれば聞きに行って勉強になる。副理事が第3土曜日に同じ線じゃない。でこれ実習生授業こうだよとか、ぜひまあ質問とかね、こういうのとか金額の話とかいろいろあるんで、面白いと思う。ホットドッグ食べさせてよ。これやばいな、食料。うん、すごい。蓋されてるね。うまい。うん。もともといたのは富士山の1号目。
一合目は全然もう町なんですよ。で、これの一割テーブル拭いてそのままテーブル拭いてやばっ。この中で、ね、靴顔、テーブルが注意よ。ええ子や、いい子や、いい子や。この間も俺何で言われたんだ。あの顔あんま使わないでほしい。和式に、うん、僕和式でこうやって座ってこうできないと、うん、うんこ座りはできない。うんこ座りできるんですけど出ないですよ。和式で僕反対向いても座りするんです。はい、嘘でしょ。便器どういうこと、どういうこと。ちょっと待ってください。どういうことですか。あ、いいのある、いいのある。うん、こうやってあるじゃないですか。で、前にはちょっとこういう風に、じゃこれこう、あ、こうなっとるな。はい、うん、で、普通はみんなこっち向きじゃないですか、髪が。おおおお、これ僕逆向くんですよ、うん、でこっち向いてる状態 で、うん、でここ段差になってるじゃないですか大体。おおおお、発射がな低くなってるよな。そうやばい。拭いて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 。いや現場のめちゃめちゃ汚ねえ。それどうするの。もうめちゃくちゃ拭くっす。でも取れないっす。どうする。取れないよ。座るの。座るの。さすがにトイレットペーパー引けばいいじゃないですか。じゃあめんどくせえ。だから汚いよりめんどくさいが勝っちゃうってやばいの。漏らすよりはマシ。それ知ったら、これ見て知った後、その人たち多分入りたくなってないかもしれん。汚いもんしてんの、俺なんか。あんま使わないでほしいね、やっぱな。使うよ、絶対使いたいでしょ。じゃあちょっと現場行ってみようか。よし、ごちそうさまです。はい、ありがとうございます。ごちそうさまです。ありがとうございます。セブンドローライトだって。あ、ちょっと見ようじゃん。あれ、いや、多分セブンポッケの方がいいよ。なんでパクったテレビで。違う、昔からやつ。昔からやつ。多分机に自分のものの近くじゃなくて全部入れてる。そのままポッケに入れる。アイさんカメラ嫌がってるからすぐ逃げてくる。アイさんみんなその半ズボンでスパッツあるの流行りじゃないもうこれが楽っすね。涼しいし動きやすいし。これ上上がるよアイ。はい、じゃあ今日は岡部の現場撮らせていただきました。はい、あんま現場撮ってない。まあほぼなんかトイレの話で多分盛り上がる。本当は職長らしいでな。で、まあ、ちょっとずつ成長して、はい、頭で。じゃあ皆さん、はい、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。はい、あのさっきもちょっと言いましたけど、あの足はすごい忙しいんで求人と材料、はい、材料も本当買い取り他社さんの見積もりよりは絶対 100% 高く買い取ってます。はい、ぜひまた買い取りも全部買いに行くっていうか、まあ運転手が、まあまあ、全国で頼んじゃうけど頼んでもらう郵送で、ぜひ頼んでますんで、ぜひまた声かけてください。よろしくお願いします。お願いします。せーの、やってみてね。はい、ありがとう。ミャンマーって何語だ。ミャンマー語。ミャンマー語だ。分からない。知らなくても行って、多分3年間もあれば喋れるようになる。喋れるでしょ。喋れますよね。慣れる。絶対慣れる。専属ドライバーと通訳がつくから。俺のミヤみたいなもんか。こっちでもわがわが運転手だし、道間違えないし、使えない。ドライバーとしては最悪。ドライバーとしてはあんまり使えない。通訳も別にしないし。慣れし。同じとこぐる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 回し、もう車間距離超危ねえし。